皆さんこんにちは、カーダです。ボクセンアイランドプレイしていきます。簡単に言うとご覧の通りキツネシミュレーターですね。このゲームまだアーリーアクセス版で、かつ日本語対応してないんでね、ちょっと分かりづらい部分もあるかもしれませんけども、まあ、やっていきましょう。 WASD どうとピョイーン、ジャンプ、かわいい、最高ですくる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 なんだこの動き。下キーだけ押したらこの後ずさりくりくりが、お、なんか落ちてんじゃん。あ、でも今このゲーム今リリース記念セールやってるんで買い時ではありますよ。むしゃむしゃ、 E キーでアクションだね。お水も飲んで泳いでくれるのかな。お、ちゃんと犬かきしてる、かわいい。蝶々、蝶々待ってー。見つけました、3分の1。なんかいいもん見つけようぜってことか。視点変更がね、おお、ナイスジャンプ。おまけに着地も完璧だ。なんかルーン文字みたいのが刻まれてますね。そして玉座、ちょっとね視点変更がね良くないですねこのゲーム、まだそこは改善してほしいな。このピョーンってねジャンプさせるのは楽しい。森に着きました。滝、そして虹、いいね。雰囲気ゲーなのか、それともなんかパズル要素というか謎解き系もあるやつなのか。お肉、お肉、フード10分の2。なるほど、こうやっていろいろコレクションしておけば、うん、おのずと目標が見えてくるでしょう。何か意味ありげな台座だけども、まだ内容はわからない。ご飯、ご飯、だいぶ激しい音したなバイオレンス。これなんだろう、なんかの肉なのかな。でも肉だけ放置してあるっていうのを他の動物が隠しておいたやつを横取りしちゃってないかな。ぴょん、うん、視点がキノコみたいのあったね。これかな。食える、食えない、キノコは食わない、キノコと一体化する。うん、この子はオスかなメスかな。オスだとしたらね、立派なキノコが生えてると思うんですけど。夜になってきた。夜になったらあれかな、光るものとか出てきてそれが食えるとかおー、雰囲気変わってきた。夜になってからこの文字の刻まれた岩のところに来たけども、ストーンドア、これ隙間から、隙間から行けるんじゃないかねえ、これなんか隙間通れそうですよねなんか抜けられる部分ないかこれさっきの文字のじゃないですか。プレス・ザ・アクションボタン・トゥ・トライ・ザ・パズル。これね、ほんとね、視点移動がね、ん？ポチッとな。マウスホールドして、動かした時のみ、移動ってやってるんですけど、それと関係なく勝手に動いちゃう部分があって、視点が。あれかな、石碑の並んでる順番とかそういうので押せばいいのかな。ぴょーん、うん、とりあえずこの順番で
適当に試していっても。とりあえず解除はできた。これは何だろう、太古の人間が残した装置か。お、石ドア開いた。船がある。一応人間はいるだかいたことのある世界ではあるんだね。これですね。よいしょ。視点変更というか、うん、お、カミングスーン。まだだよ。落ち着いて、落ち着いて食べて。このご飯判定っていうか、オブジェクト判定が時期とうまく噛み合わないっていう部分があるな。お湯の滝の裏側に洞窟ありましたね。幻想的。宝箱じゃん。人骨。お、開いてんじゃん。ん？これはキノコ？え？え？なに？たくあんが。おー、逃げろー。ぴょーん。滝から飛び出る狐さん。思わずまた水浴びしちゃった。これ洞窟塞がっちゃったの？ああ、もう入れない。せっかく綺麗な空間だったのに。うわあ、ここら辺まだ来てなかったね。ここにも人骨が。ここ何？毒沼？でもそれだったら狐もやられるよな。まあ、そもそもこの狐も本当に狐かどうかも怪しいもんだ。狐の形をしただけで、うん。実は神の化身であったりとか、何かあるかもしれんぞ。景色を眺めようとしてこういう、ね、高いとこの端っこに寄ると、勝手にね、ぴょいーんってね、降りちゃうんですよ。これちょっと良くないですね。ようやく最後の一個を見つけた。腹は膨れたか？あと何したらいいんだ？こういう高いところに登って景色を眺めようっていう。それだったらご飯と同じようになんかちょっと好転が欲しいですね。こういうところに。そこに行けば何かあるっていうのを。わかりやすくするために。あとね、移動っていうかこの視点変更のクソさについてね、一個理由がわかった。このね、キツネさんね、なんて言うんだろう、あのバイオハザードの初期みたいにラジコン移動というのか、左右に行ってこの前で進むっていう。だからまっすぐ下ボタンを押してもちょっとよくわからん視点移動というか振り向きになるだけで、それがあるから自分で、でかつその見やすくするというか、おっと、景色を楽しませるために自動で視点を変えてくれてるんだけど、それがすごい邪魔なんですよ。それの解除とか欲しいね。だから自分でマウス操作して、お、鳥だ。自分でね、視点変更をして眺めて楽しみたいっていうね、動かし方をするとその機能がすごく邪魔になると。一応この蝶々がいるところが観光ポイントってことなのかな。このコントロールのとこにマップってあるんだけど、マップ出ないんだけど。アーリー版だとないのかな。
結構高いとこまで登れたけど、これは登っちゃいけない場所かもしれないぞ。よいしょ。これ行けちゃいけないところに行っちゃいそう。大丈夫かな、大丈夫かいろんな意味で大丈夫か。戻ってこれました、セーフおお、ここもなんか来れちゃった。やめろ、俺はデバッグをしたいわけじゃないんだ。で、結局まだアーリー版だから次の島へも行けないと。で、観光ポイントのもう一つがね、結局見つからなくて、蝶々のポイントは探したつもりだったんだけどな、ちょっとわかりませんね。ほんとね、この、雰囲気はいいんだけど、視点に関しては、ほんとひどいんで、これはね、絶対酔う。なので、アップデート、もしくは正式版の際は、この視点の、ね、勝手に切り替わる仕様といい、絶対に直した方がいい。これは酔うから。といった形で、北線アイランドのアーリー版のプレイでした。アップデートで良くなることを期待しております。